上から。さあ。そうそう。さあ、たい平さんの2ライフ目。ユリアンって結構海外で人気なイメージありますよね、キャラ的に。そうですね、アレックスの影響もあるんです、うん、なのでビクトルさん海外でだけど結構なんかユリアン戦しっかり分かってるっぽいですもんね。確かに、さっきから動きが。さあダッシュ投げ通して、あさあこれはコンボを決めて、しかしゲージはまだたまらないので、さあここはヘッドスカシからの肘。あ欲望の肘を通していく。相手が壊していく話していいと思うんですよ。そんなに、ね、痛い反撃ないんで。さあしっかり確認していますかね、円柱パン。これはもうそうです、あれあれより全然ありですね。あそこは上腐ってるぐらいしかないんで、ナイスカードですね。さあガードしっかり見ている。さあヘッドの隙に中盤かぶらしていく。さあうまい DJ レク、いやかなりうまいですね。ゲージ溜めたいなネクロ側は、ね、さあ画面端からしっかり脱出、一本溜めて勝手に割りそうだけど、まあユリアンも溜まっちゃうから難しそう。さあうまい。さあこれはどうなる、これどうなる。あここは失敗したか。おナイス。さあ今のさあここジャンプ難しいから投げ。さあワンモアワンモア